コランニュレンは C20H10 の化学式で表される他、官方鉱続単化水素である。5つのベンゼン環がリング状に縮み感した形状をしており、サーキュレンとも呼ばれる。この分子はジオデシックポリアレーンの一種であり、またバックミンスターフラーレンの部分構造と見ることができるため関心を集めている。オワン状の形をしており、バックミンスターフラーレンの愛称である。 バッキーボールにちなんで、時にバッキーボールと相称される。コランニュレンはボール2ボール反転をすることが知られており、その際のエネルギー障壁は低、摂氏64度で10.2キロカロリー、モールである。コランニュレンの合成ルートはいくつか存在する。最初の合成は1966年に多段階有機合成によって達成され、その後1991年に、 瞬間真空熱分解による合成がなされた。この方法は、一般的に、溶液化学的合成よりも収率が低くなる、傾向にあるが、より多くの誘導体を合成することができる。以下にフルオランテン誘導体からの嗅覚値観から、脱離反応による合成例を示す。ブロモモと過剰の N、プチルリチウムによって除去するとコランニレンになる。その後、ジーゲルラにより、 溶液化学的合成による、グラム単位、そしてキログラム単位での合成が可能となった。様々な官能器負荷が試みられており、エチルモト、エーテルモト、スルフィドモト、発揮地管器、アリールモト、フェナレニル縮み肝構造、インデノンなどが付加したものが合成されている。コランニュレンは、方向属性を示すが、最初に合成を達成したバースとロートンはこれを、 内外二つの管構造を考えることで説明した。すなわち、コランニュレンは共鳴により分局して内側は6倍電子系であるシクロペンタジエニルアニオン、外側は14倍電子系であるアヌレニルカチオンと見るのである。コランニュレンという名称も彼らによる命名であり、このモデルに由来している。なお、ロートンの夫人、アンの名が織り込まれているとも言われる。 しかしながら、後に、理論科学計算から、この予測の妥当性に疑問が示されている。ありがとうございます。